家長昭弘の名言といえば、結構彼ね、名言を生んでるんですよ。いくそうつですか。ね。多分印象残ってるフレーズいくつか、多分それぞれ持ってる、こあれると思むいまずすいけど。な、一個目出すの。何個かあるよね。めっちゃありますね。こもうの人の。最初に浮かんだのはこれだな。いや、どっちだろう、これ。ちょっと、ニュアンスしか覚えてないから。そう、俺もニュアンスなのよ。覚えてニュないアンんでスすでいいよですよ。ね。この人ね、意外と本当に言うのよね。こんな感じじゃなかったっけ？これね、3つあったっこけれな。は。僕、ツイートしたことあったんで、自分のツイート見返そう。いっぱい覚えてますよ。名言。ちょっと字汚いな。書き直す。ね、俺指もで書いてる。まあいい最や。初書いもうたとき汚いめっけどちゃ。いいや。指で書いてるから字、ダントツ汚いですわ、いいと思う。OK ですよ。大丈夫？家長昭弘の名言といえば。はい。せーの。の。ああ。でも予想通り、俺が迷った3つが全部出た、これ。このシュウさ予んです、あれ想。でね、神戸に行こうとした、来る前に言った言葉あ、だ。そうだそうだ。海外じゃないか。イニエスタそうとそプうレーそするよりも、亮太とプレーしたい。う。いやー、そうです。ああ。それです、それです。で、トゥモレナさんのやつはあれっけ、あ、わかる。PK、小言う林、ね。そうだよ、言うユーにの対し PK て、だ。小林ユーにってこと、僕わあ、はこれもわかるわ。う、こういう、青春そチッれクとなやもつ迷っ大好たきなんな。で。いだや、わからっけ、かる。ユーがアキさん蹴りますかって聞いたんだっけ？そうそうそうユーそがう。2回 PK PK 外してて、勝ってユーね。ナさんに そう譲そうろうとしたとは、ユーナがこれ言ったんですよ。いや、そもう、う。俺ね。いやー、わかる俺とリュウちゃんが一緒になったのか？そうですね。ガンバのハあットれトだ、リックですね。今決日勝決天気めが悪たやつけでれすばいいね。か。これだったよそう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 。な。こんなこと言うんだって思ってたから。え、アキいや、さんっでも、て。どれも印象深いね。いやー、確かにな。変えとこ。家長の名言です。一番最初のやつってこの、お前やろうかの時系列で言うと。最初は多分これですね。フロンターそうだレ姉さん、おね。前そうやだよろう。ね。で、結構ざわついてるね、これね。なんか。結構。めっちゃかっこよかった、マジ。ね、普通だったら、じゃあ俺蹴るわ、なのに、いや、お前だろ、みたいな。え、いや、それ言われて、神。言われて小林は決めたんだっで、優け？が蹴ったんだ、決め決めたたんんでだ。すよ。わあ、そこまで譲神ろうで、とすしごい。て、言われて決めたんですよね。そう。いや、あだっれて、は家長、ね、譲確るかのにすね。ごくないですか？だって、かっここのいい。年、MVP 得か点かってか。るぐらいキレキレで。そうやね。変な話、1点でも多く数字残したいんですよ、多分、選手としては。そうね。そこで優勝、もう本当最終盤の試合、優勝かかったような試合で、PK で変な話、家長が蹴れば1点計算できる試合で、そうだ譲ね。っちゃうっていう、これ言っそうて一そう言そう言っそう。て。いやー、それわかるわ。面白いかって、多分この次の試合で知念が PK 蹴ろうとしたんですけど、それは家長が蹴ってました。それ知ってる。そこは譲らなかったんでね。それお普通に前、蹴ってました。実力で取るみたいな感じで。だからやっぱり U には特別ななんかこう、点を取れっていうメッセージがあったんじゃないかなと。やっぱエースっていうのもあこるだれろうね。は結構ね、だけそうど、あれじゃね。ない？それも思うんだけど、やっぱり、アキさんがっていうのがやっぱ俺強いかな。名そうです言っね。てい意う外。中で、そうそう。そう。ロマン3チス点ト。決めた、ハットトリックも初めてだっけ？そうですね。キャリそうアです。初フロンタなレのしてかから、な？フロンタレしてから初めてです。そう。あ、そっか。ちなみに多分このガンバ戦と、イニエスタの件の間ぐらいに、山根に行った、困ったらパス出してくれがあったんですよ。で、山根が惚れたみたいな。そう。困ったらパスやっ出してぱかっで。けえんだよ。かっこいい。かっこいいんだよ。本当に。じゃあ、かっこいいじゃん。基本的に。かっこいいだですけど、ね。これってちょっと乙女チックじゃない？そうなんですよね。ギャッそう。プがだちね。ょっと違うやん。だから、大島亮太とプレイしたいとか、フロンターレのやつはお前やろとか、俺に出せばいいから、みたいな感じっての男なのよ。これ、家長昭弘が、あの男前な、が言うっていうふうに思って、なんかそれでなんかもう嬉しくなっちゃって、逆に。あれは鳥かっこよ肌かっもたです立ったし、ね。嬉しくなって、あったからちょっとこれもちょっと押したいかなっていうのがありましたかね。シュウさん、ジャッジお願いしていいですか？そうですね。これは、今日が終わらないでくれですね。ああ、ありがとうございまやっぱ、す。もうめちゃめちゃ共感してた、リュウちゃんが喋ってるの。本い当、いや、そうだよなーってめっちゃ思ってました。や、ありがとうで、何が良かっございます。たって、やっぱり、この一個前の年、家長が点取れなかったんですよ。そうだね、あ、そうそうだだよから、ね。20192019年でね。ちょっと、そうだそう、点ね。取れなくて、ちょっと家長どうなのっていうなん中だ、迎えたシーズンに自分の3点で優勝決めちゃうあたり。いや、もうかっこいい。もうそこまでがこっそりできてますからね。
で、最後、キャリアハイの11得点でしょ？いや、もうすごいよ。かっこいいよ。いいっすかね。じゃあ、はい。今日という日が終わらなければいいのにか、家長清の名言です。かっこいい。はい、ありがとうございます。僕は三女の、タピコが好きです。家長家の。可愛いんですよ。みんな可愛いよね、家長家。奥さんのインスタによく載ってるんですけど、タピコちゃん。三女ですかね。超可愛いです。ちょっと俺もフォローしようかな、インスタ。そしたら。